着いたかな。着てごめん。これでだいぶすっきりしたかなと思います。両方やったんでだいぶタイトになったかなと。それで、前髪のカットなんですが、もう一回すぎて、ちょっと目閉じますね。はい。で、ちょっと流す感じで、あれ？僕はこっちだっけ？流れる場合の切り方なんですけれど、ちょっと流す感じにカットしたいと思ってて、コームで軽く押さえていただいて、この R シザーを、このショーバルタンをちょっと入れていきます。この場合にカットの仕方なんですけど、指をちょっとここにかませます。そうすることによって最後まで開閉できないですよね。それでちょっと上からシューッと、指をかました状態で入れていくんです。はい、指をこうかましている状態ですね。そうすることによって最後まで切れないんですね。ドキッといかない、失敗しないということです。で、上からシザーを入れて、ちょっと角を取っていくような感じです。ちょっと中側を取るみたいな感じですかね、イングラというか。
することによって前髪が非常に流れやすくなります。で奥に、指を奥に入れれば入れるほど開閉があまりできなくなるんで、ちょっと細かいところはなるべくこう奥に人差し指を入れると切りすぎなくて済みます。ちょっとずつ切れるんですね。でそれが怖い方は、もともとうち刃先が締まらないこういうパターンのハサミもあるんで、それを使っていただいてもいいかなと思います。ショーバルタンの刃先が締まらないタイプとかがあるんで、まあ実際それでやるとすごく簡単ですね。で、手を添えてあげて、ハサミがなるべくこの、髪の流れと綺麗に沿うような形でスーッと逃がしていきます。やばい、時間がすごい、もうカットやめようこんな感じにしてって結構ご自分でカットする場合もちょっと切っちゃってるんですけど、モデルさんが自分で切る自宅でカットする場合、くせ毛の、例えば毛量がちょっと気になるなとかそういう場合は、一応ですねこの、一般の方は分かりますようにこの耳のもみ上げと、ここの延長線グーッと回したところのこの襟足はあまりカットしないでください。ここを切ると結構大変になります。で自宅できる場合はここはもう無視してください。でこう2つ縛りぐらいにしといていただけたらいいと思います。でどこを切るかっていうと、一般の方は髪の毛をちょっと濡らし、今ちょっと乾いてるんですけど濡らしていただいて、レザーカットですね。はい、レザーが一番いいです。ハサミなんて多分セイングとかこういうので使って自分で切るのって非常に難しいんですよ。で、どこを切るかというと、この耳の、はい、耳のついてるこの耳の上ですね。ここ耳の上とこのつむじのところを結んだところ、つむじと耳の、生えてるところですね、結んだこの辺りと、はい、あとこの前から指3本分ぐらいの位置とここを耳の頂点を結んだところですね。覚えますか？はい、前生え際から指3本分約5センチなんですけど、5センチの位置と、つむじの位置と耳の頂点の部分を結んだこの部分を以外はちょっと止めてください。ご自宅で切る場合は、まあ、こんな感じでドンで止めていいと思うんですね。でここをご自分で、中をですねこのレザーを100均でレザーが売ってます。それで1、2、3回ずつで落としてだいたいですね指2本分ぐらいを落としてください。1、2、3とやったら指2本分を落としてください。1、2、3で表面に行くに従ってあんまり根元側から入れちゃうと立ってしまうんで徐々に逃がしていってくださいね。で1、2、3ってレザーを入れたらまだ指2本分落としていってください。でだんだん表面側に1、2、3、はい、でこれ落として1、2、3でまた表面が落として1、2、3で落とすことによってここのボリュームが収まると非常にバランスが良くなるんですね。ここを取るだけでかなり変わります。じゃあこちらも同じようにちょっと説明をしたいと思いますね。どういうふうにやるかというと、はい、ではつむじ、はい、見つけました。つむじはこちらです。つむじここです。で耳の頂点ですね、こことつむじを結びます。いいですか、はい、
耳の穴の延長線のところですね。でここと生え際から指3本分なので5センチのところを結んでいきます。もう結構大体いいですね。こんな感じで結んでいく。ここをカットしていきます。で毛量が多い方は少しつむじのところと結んでるんですけど、もうちょっと後ろぐわーっとこう丸く取っていってもいいです。こういう感じで毛量多い方は、はい、ちょっと鉢が張ってる方とかはちょっと取ってもいいかと思います。そして、それ以外を止めていただいて、はい、そして、レーザーカットしていくんですが、中の方を、1、2、3取ったら指2本分落として、1、2、3取ったら中指2本分ぐらい落として、徐々に表面に行くに従って、表面側です。なぜかというとここ短い毛が出ちゃうんで、1、2、3で取ります。1、2、3で取ります。1、2、3 で表面は取っちゃダメですね。それだけでかなり量感が取れるんで、ご自分でカットする場合はレザーを使ってください。レザーをなぜレザーを使うかっていうのはこれメリットがあって、実は100均のレザーと美容室で使ってるレザー違いはあるんですけど、基本的に100均のハサミと美容師さんが使ってるハサミ、100均のハサミ100円ですよね。工作用のハサミと一緒ですよね。美容師さんのハサミってやっぱり何万円もしちゃいます。でこの差はすごくあります。ただレザーの刃に関してはさほどすっごい差はないんですよ実は。で美容師さんが使ってるレザーってすごい何万円もするってわけじゃなくて、安いものはもう結構安い値段からあるんでさほど差はないんですよ。っていうことは一般の方は何を使えばいいかっていうのはレザーを使うべきです絶対。でレザーはドライで使っちゃダメなんで絶対ウェットで濡れてる状態で使ってください。で先ほどやった手順でここだけ切ってあげるとかなりシルエットも変わっていくので、そういう感じでちょっとやっていただいたらいいかなと思います。でもう一回言いますけど、この下の方は切らないでくださいね。ここは重さがなくなっちゃうと、ここが薄くなればなるほど上が大きく見えちゃってバランスが悪くなってしまうんで、ここは切らないで本当に毛先だけこうちょっと取るぐらいの、毛先だけ取るぐらいにしてください。で、そんな感じでやっていただくと、あとレザーは最近だとシースルーバングとかもこのまま縦に、これもあんまり入れすぎると効けないので本当にそーっと入れるぐらいですね。そーっと、はい。でこの場合はちょっとレザーをウェットで入れると非常に危険なんで、前髪の場合はハーフドライぐらいで入れないと量が分かんないので、ちょっとハーフドライぐらいシューシューシューと簡単に入れてあげてください。それがまあカットの、自宅でのカットの仕方です。